今シーズン一番の寒さとなった今日の山陰地方。そんな中、欠かせなくなるのが除雪グッズです。今日、鳥取市のホームセンターを訪ねてみると、昨年度12月に比べまして、まだ3割程度というところですが、動き始めたのも中旬以降ということで、まだまだ在庫はありますので、できるだけ早い準備をお願いしたいです。今年は今月中旬まで雪が降らなかったこともあり、除雪グッズの売れ行きは去年よりも鈍く3割程度に。今日からの雪で買い求める人の増加を予想しています。雪が降った日は1日100から150点の除雪グッズが売れるというこちらの店舗。特に人気の商品は幅広のラッセルパイプですね。女性の方でも作業しやすいということで大変よく売れております。幅広なんで効率がいい、商品になっております。またこちらは片手で持つことができる車載スコップ。雪かきの労力を減らし効率を上げる商品が人気を呼んでいます。一番いいのは事前準備をしていただけるところなんですが、駆け込みで購入されるお客さんもいらっしゃいます。在庫しっかりご用意いたしておりますので、ご来店お待ちしております。今後平野部でも積雪が予想される山陰地方、早めの備えが必要です。